皆さん、こんばんは。スイートアームズの野水ひよりです。戸賀美鈴です。蛍原香織です。美里です。私たちスイートアームズは4月より放送予定のアニメデートアライブ4のエンディングテーマを担当させていただくことになりました。ありがとうございます。いや本当嬉しいですね。またこうしてデートに、ね、帰ってくることができて、ね、うん、どうでした、決まった時。決まった時ですか、うん、ありがとうございますって思いました。もうそれに尽きるよね。いや本当にそれに尽きる、ね、だって、また私たちで歌わせていただける保証なんてなかった、うん、わけだし、みんなが待っててくれたっていう、なんかファンの方がまたツイートアームズ聞きたいですって言い続けてくれた結果だなとすごい思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、会った瞬間喜んでくださったのも嬉しかった。いやー、ね、それだよね、来たみたいな、エゴサしましたよ。みんなしてるのよエゴサは。そしてそんな曲ですが、はい、タイトルは SOS となっております。はい、どうですか SOS と聞いて。 SOS と聞いて、うん、S スイートアームズおおバカな S? 私か私か好きなんだろこういうのが。おバカだけどこういうの待ってたんだろうと、こういうの待ってたんだろうと、歌うとかっこよくて喋、うん、るとおバカなスイートアームズというね、はい、始めましたのコンセプトでやっております。いるかもしれませんから覚えて帰ってください。そして、はい、発売日なんですが、 SOS はですねシングルとして4月27日に発売されることが決定しました。ありがとうございます。今回はですねメンバーそれぞれのソロバージョンもカップリング曲として収録されます。初めてのね、ソロバージョン。そうなんですよ、ね、そうなんかやっぱり皆さんわからないかもしれないけど、うん、一応ね私たち全部通しで歌ってるので、そうなんですよ、歌ってますからね。そう、それが初めて、うん、え私のここ聞いてほしいみたいなのある、ある私のここ聞いてほしい、ある私の D 聞いてほしいとかある。 D メロでもそれぞれのなんかやっぱり英語パートは聞いてほしいなって思いますよね。いやてかもう気になる、気になる、まだソロバージョン聞いてないから、うん、気になる、それは気になるよ。あ、ここが気になる。しかもね、もしかしたら今見てくださってる皆さん、あ、英語があるのってなってるところからかもしれないよね。そうかもしれない。そうなんですね、英語パートがあるんですよね。英語を喋ってます我々、はい、ネイティブを求められました。そうなんです。なのでそこもよく注目してみてください。ください。はい、でそして限定版に付属される DVD に、うん、には、うん、スイートアームズの我々なんと10周年なんですよ。はい、ね、そのようです。はい、の振り返りの対談が収録されております。うん、あらやだ、うん、ね、やだ、何喋ってるのかしら、ねね、10年の記憶力テストだよね。うん、あそれは思い出せなかった記憶があるわ。本当にある体験だった、うん、ね、皆さんの方がきっと覚えてらっしゃる。その可能性は十分にあり得る、ね、間違ってるって言われるかもしれない。間違ってたらリプライまで、各種ツイッターのリプライまでお願いします。甘んじて受け入れます。真摯に受け止めますので、はい、でも本当にあのデートライブもね4期まで劇場版もあって、うん、ゲームもあってとかでね、またそしてこうゲームがいよいよ日本にも上陸したり、アプリゲームが上陸したりとか、ね、本当に今ね、デートライブの方も10周年としてのこう企画が進んでますけれども、はい、改めて4期、果たして私たちがどんな風に関わっているのか、うん、そしてこの SOS がどんな曲なのかも、ね、ぜひぜひ楽しみにして、エンディングもねしっかりチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。以上、スイートアームズでした。